はい、タカさん、こんばんは。お疲れ様です。皆さん、こんばんはあ。今日はですね、かねてからお話し、えー、させていただきました、覆面 YouTuber のタカさんとですね、えーまあ、YouTuber 同士の対談をしようかなということで、えー、今日準備しておりますで。皆さんにおかれましてはあ、ライブでご覧になっている方と、あとはですね、アイかぶといって、 えっと、YouTube にアップロードされたのをご覧になっている方がいると思います。で、たいですね、YouTube にアップロードすると100名前後の方がいつもご覧いただいてるんですけども、いや、本当にいつもありがとうございます。で、今回はですね、来年、2023年を迎えるにあたって、まあ、YouTube を中心にビジネスを活動していきたいっていう、ね、方には、もう最適のプログラムになってますので、まあ、最後までね、えー、ぜひお聞き逃しなくご覧いただければと思います。まあ、なんせね、 私もそうですけども、タカさんもね、YouTube で家族を養っているというのがね、まあ、自慢というか、教授というか、うんまあ、私なんて10年間よく生き残ってきたなぁとね、いつも思うんですよね。で、えー、同期には、同期と言っていいのかどうか分かりませんけども、10年前、ほぼ一緒にこのネットビジネスを始めた方の中には、ナミ、まあ、さんというね、舞姫大学のナミさんという方がいらっしゃって、まあ、非常にいつもよくしてくださってるんですよね。 先日もライフプロデュースアカデミーのこちらの方のプロモーションにご参加、ご参加ではですね、参加させていただいて非常に光栄だと思っております。えー、今日はですね、えー、そういったこともあるんですけども、主にビジネスをね、しっかりとやっていきたい方向け、そして副収入を何とか作っていきたい方向けです。まあ、副収入はビジネスといっても、別にね、月収100万とか200万っていうのを狙いましょうっていう話ばかりではなくて、やっぱりね、月に2万、3万とかね、 5万ぐらいでも非常に助かるし、生活は随分変わると思うんですよ。まあ、特に電気代がやっぱ値上がりしたりね、食品の値上がりが体感されたりとか、まあ、結構ね、あの、可処分所得っていうのがきつい上に、お金を使うときも結構シビアにならなければならない時代ですから、まあ、3万、5万、10万と徐々に稼ぎを上げていく。まあ、そんなことをね、今日は皆さんにお伝えできればと思っております。で、今回はね、すごく耳寄りの話なんですけども、 そうなんですよ。YouTube にね、YouTube が開白した時以来の衝撃なんですよ、これが。まだね、このことに気づいてる方は少ないと思いますけども、今日はタカさんとも YouTube の新しい企画、YouTube ショート動画について掘り込んでいこうと思います。で、この YouTube ショート動画ね、まだ収益化されてないんですけども、私はね、誰が一番最初に YouTube ショートで1億円稼ぐのかなって、非常にね、興味を持って見てるんですよ。 もしかしたら自分自身になるかもしれないなとね <laughs>、思ったりもしてるんですけども、まあ、特にそこはね、狙うことなく、ただあ、じっくりと理解してやっていこうかと思います。えー、それでは、21時になりました。タカさん、いらっしゃいましたかはい、よろしくお願いします。タカです。はい、えー、タカさんはね、ご存知のように、覆面 YouTuber として、私とはね、違った角度から YouTube で成功してるんですよね。特に、覆面 YouTuber というね、 私から見ると、ちょっとこう、顔出しをしないのは不利なんではないかなと思うところもあるんですけども、そんなことをね、全然気にしない、えー、形で成功されてますんで、えー、先日もですね、ズーム対談させてもらったんですけども、まあ、かなりいい感じで、タカさんのね、えー、コミュニティも運営されてるみたいなんで、今日は、ね、その辺のちょっと一体どうなってるのかってことも気になるんで、ね、聞いてみようかと思います。その辺もお話しいただいてよろしいですか。はい、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 よろしくお願いします。はい じゃあ、自己紹介から始めさせていただきますん、ね、で、私の方はね、えー、隠居 TV 即可塾の久保と申しまして、えー、ネットビジネス歴10年を超えまして、うん、えー、FX のオリガルヒという教室もね、えー、ついに半年を過ぎて、もうそろそろ本セールスが始まるところですけども、FX の方も、まあ、もうすぐ私自身が7年になるということでね、やっぱりね、最初はわからないなりに始めたんですけども、6、7年やったらやっぱりね、<laughs> プロになりますね。どんなことでも。はい。えー、それで、高さんの方の自己紹介いかがでしょうか はい、えー、私の方はですね、2020年の6月、違う、4月か、今2年前今から2年前にこのネットビジネスっていうところにまあ入らせて入,入っていったっていうところがあって、で初めにまあ半年間ぐらいこういろいろやって、吉谷さんのところのまあ塾に少し入らせていただいて、はい、まあそこで1年間ぐらい、まあ、今もそうなんですけど、まあ、ずっとまあコンサルっていう形でずっとやって、 っって言って言その時にえ何をしようかということで、ちょうどその広告収入でまずは稼ぎましょうというところで、お金に対するマインドブロックっていうのがすごいあったんで、じゃあ、まずはそこからこうぶち破っていきましょうっていうところで、じゃあ、広告収入を稼ぐっていうところで、やり始めたら、うまく稼げるようになったので、ちょうど1年前かな、1年前に、今年の2月に塾を開きまして、今に至るというところでございますね。 はい、はいありがとうございましたあのタカさんもね、広告収入で、まあ、スタートした YouTube なんですけども、そもそも広告収入を得ようと思うとお、いろいろ条件があったと思いますけど、代表的なのにチャンネル登録者数の1000人以上っていうものがあったりね、総裁税時間が、まあ、一定期間必要だったりということがありますけども、その辺はタカさん、結構簡単にクリアされた方ですそうですね、やっぱり自分が始めた当初は、やっぱりまずは半年間は待っ かかりましたね半年間かかりました、やっぱり。というか、全然その塾に入るとか、そういう新しく自分で情報を得るっていうことは全然やってなかったので、まあ、自分で無我夢中でやっていって <laughs>、こううまくいったっていうところだったので、あのちょっと遅いか早いかっていうのは分からなかったんですけど、まあ、ともかくはこう半年間無我夢中でやったときに、芽、まあ、が出たっていうところではありましたね。はい <laughs> まあ、いろいろと紆余曲折もあったと思うんですけども、でもまあ、とにもかくよもね、今は立派な YouTube で稼ぐ人、家庭を養う人という形で、サラリーマンの時代があったって聞いた,聞いたんですけども、どんなお仕事されてたんですか、うん、そうですね、サラリーマンの方は15年間ずっとやっていて、<お> IT エンジニアのお仕事をやっていました。IT、うん、IT エエンンジジニニアアね。といういと、と、からこの ということですたら、IT エンジニアのキャリアがかなり有利に働いた、結構こう高さはもともと特別な人だったみたいな印象があるんですけど、その辺はどうでしょうか全く使いこなせてないですね。<laughs> <laughs> <laughs> 全く使いこなせてない、本当に使いこなせてないなと思いながら、まあ、単純にやっぱり別世界だなっていう意識は本当にありましたね。まあ、やってみて分かったんですけど、これは。入る前は、 エンジニアだからまあプログラムとか、まあ、要は結構パソコン触ってたんで、どうなのかなって思って入ってみたんですけど、まあ、全然違いますね、本当に。というと、IT エンジニアだったから、この YouTuber が有利だったってこと、まあ、全然ないってことですかね。全然ない、そうですね、全然、ねまあ、パソコンに毎日触ってたっていうところは確かにあるのかもしれないんですけど、まあ、よく考えたら、の職業も実は皆さんパソコン使ってるんじゃないかと。 結構使ってるとなので自分そこしかあんまり感じてなかったのであ、うん、これもしかしたら別に自分が IT エンジニアじゃなかろうがあろうが別に皆さんパソコン普通に使ってるからそんなに関係ないなっていうところが本当にありましたね<ー>はい。ということはあれですかね運動部部でで例えると野球部で なんか頑張ってた人がいきなり鉄棒を始めて同じグラウンド扱ってるけどもやること全然違いますよみたいな感じですかね。そうですね、本当に同じフィールドにいると自分は思い込んでいたんですけど、<laughs> 実は全然違う種目だったっていう、だからその本当にその陸上競技に例えなら、そうそう、近くで見てるから、俺もできるだろうって思うんですけど、いやいややってみると全然できなかったっていうね、はい、<laughs> ところがありましたね。はいはいまあ、ご覧ななってる皆さんんもねいろんな職業や環境から ユーチューバーとして自分はどうなのかなって考えるところがあると思いますけども大丈夫ですよ皆さん。私は何を隠そう ?10 年前はマージャン屋のね、親父ですからね。マージャンしかしてこなかった人間ですから、パソコンなんて全然環境なかったですからね。それ40過ぎていきなりネットビジネス稼げるらしいなっていうお客さんの噂から始めたところですからね。<laughs> だから結構大丈夫だと思います私も、うん。でね、あのー、ユーチューブのことなんですけども今日はまず。要はユーチューブの えー、収益を取るに、まあ、王道の分析っていうのがあるんで、一応3つぐらいまとめてみたんですよ。で、例えばね、1つ目なんですけども、その、タイトルですよね、YouTube の動画をアップロードするときのタイトル、これ、結構ね、気を使っているところなんですけども、おそらくこれはあの、タイトルによって視聴者さんの興味を引くというよりも、YouTube のアルゴリズムに引っかかるようなタイトル、もしくはタイトルタグっていうのを設定したりとか。 ハッシュタグをつけることによって、まあ、拡散の効果を狙うみたいなところがあると思います、ね。これが一つ目なんですけども、二つ目にはね、サムネイルですよね、やっぱりね。サムネイルは視聴者さんの心を動かすために、つまりは感情に訴求するために、画面と文字の組み合わせでこう見せていく。もう再生ボタンを押してもらうということになります。まあ、これはそれぞれ攻略の方法がありますんで、これね、たくさんのね、YouTube 教室の中でも教えてくださってると思いますけども、もう一つですよね、動画の内容についてなんですけども、 やっぱね、私はね、動画の内容についてはあの、一つの動画につき、一つの問題解決があると、結構満足度が高くて、最後までご視聴いただけてで、さらに次の動画にも期待していただけるんではないかなと思うんですよね。で、それをもうちょっと分解すると、動画を見たときに、気づきとか発見とか、あとね、やる気が出てくるものっていうのは結構人気なんじゃないかなと思うんですよ。で、今日は YouTube ショートのお話になっちゃうんで、多分ね、 YouTube の今お話した3つの特徴については、そんなに細かくお話できないと思いますけれども、タカさんは YouTube をやってきて、YouTube のなんかこう、特徴といいますかね、特性にはどんなものがあるっていうふうにお考えですやっぱり思ってるのは、その見て、あその人の感情がすごい動いてるなっていうのは、YouTube の再生回数が回るって感じますね。まあ、もちろんその タイトルだったり、サムネだったり、まいろいろあるんですけど、まあ、その内容っていうところで一つ言うならば、その普通のことよりも少し、その、まあ、ちょっと非日常じゃないんですけど、少しその普通の人がまあ感じれないところを少しその刺激すると、あこれは回るなって感じます。ちょっと抽象的な表現で <laughs> 申し訳ないんですけど。 その普通のまあ例えば、まあ、見てる人って会社に行ってあの普通朝出勤して仕事して帰ってくるっていう日常のそのサイクルなのでそこではない少しえ一面を、まあ、1ポイントか2ポイント入ってくるとやっぱりこれは周りが違うなっていう感覚ではすごくありますねはい、はいまあ、ありがとうございますところでねタカさんは前回もちょっとお話しくださったんですけども覆面 YouTuber という形で YouTube をやってらっしゃるということはね あの実は私みたいに顔出しでベラベラ喋ってるだけじゃなくて実はね、まあ、ちょっとここではあまり多く言えないんですけどもものすごくアクセスの集まるその世界っていうのをお持ちでそこでね広告収入を上げるために再生数をバン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 量産してるって聞いたんですけどもその辺っていうのはこれからもやっぱりこう似たようなジャンルもしくはそのもののジャンルっていうのがすごく使えていくものなんですかね。結構今いいろろ また違うところを探してはいるんですけど、うん、結構、そのニッチジャンルは意外とまだあるっていうのが気づいたんですよね、これ、<laughs> 本当に。まあ、当然今、今、えっと、うちの塾が提,唱提供している、まあ、ジャンルっていうところもまだまだ大丈夫なんですけど、まあ、いずれね、そこいっ一体人が入ってきたらそれはもうっていうところなので、自分もどっかないかなっていうところを何個かちょっと手を伸ばしてるんですけど、でもやっぱり、あこれもしかしたらできるかもしれないなっていうところは、これ、あるんですね。うん でこれ、なんであるのかなと思ったら、やっぱり人がそのあまり興味がないというか、すごくニッチというか、うんまあ、知ってるんだけど、そ,のそこまでその思い入れが、ね、すごいファンがいるんですけど、でも、誰もそこに対して YouTube を作ろうっていう気概がないっていう、そういうところっていうのがやっぱり見つけると、やっぱりそれは全然生き残れる可能性はすごいあるなって感じてますねはい、まあ、ちょっとね。 あのご覧になっている方はよく分かんないと思いますけども、実はね、ものすごくね、ニッチであるんだけども、一定数ファンがいる、そんなマーケットってあるんですよ。で、残念ながらそこに対して、発信してる方がいない、もしくは少ないっていうね、ものすごくこの、供給側と需要側のバランスが悪いところって、まだまだあるんですよね。で、そこにタカさんは気づくのが得意なんですよ。で、そういうところもタカさんの塾に入ったら、多分教えてくれたりするんですよねこれは,はい、もう教えちゃいますね。 だかタカさんの言い場所がどんどんなくなっていくんでタカさんはどんどん開拓していくんで結構ね新しいジャンル新しいジャンル挑戦する価値がねあるところが見つかるんではなかろうかと思います。今日はあんまり多くは語りませんけどもねそこら辺につきましたよ。ではですね来年からね YouTube ショートっていうのが始まるじゃないですか。はいですんで今日はショート動画についてもうね この1か月から1か月半、お互い、目いっぱいやり込んできたものを、ちょっとね、今日この動画をご覧になっている方には、一足先にですよ、来年、YouTube のショートの収益が始まる前に、一歩先に、もうね、惜しげもなく、あ一部惜しげもあるんですけども、<laughs> ギリギリのところまでお話していこうかなっていう形ですけども、<laughs> 高さんもよろしいですかね。はい、よろしくお願いします、はいまあ。とにかくね、YouTube のショート動画っていう新しいチャンスは、いや、これね、本当に私がね、 深く思うんですけども、YouTube が収益化になったのと同じぐらいのインパクトで、この世の中に浸透してくると思うんですよ。で、まだ気づいてらっしゃる方が少なかったり、YouTube のショートを、まあ、あの、そのうちやろうか、みたいなね。どうせすぐ終わるよ、みたいなことを考えてらっしゃる方がいたりとか、いや、TikTok があるから別にいいよって方いると思いますけども、これね、あの世界一のね、あの、ユーザーのいる YouTube がショートを始めたってことを、やっぱりね、あの黒船みたいな感じですよ。もうこれに、 他のショート動画系っての全部駆逐されるんじゃないかなと私は思うんですよ。ですんでね、あのやっぱりチャンスを YouTube で見出そうとするんだったら何はなくとも YouTube ショートを攻略してからにした方がいいと思うんですね。で、タ、え、カ、ー、さんの方はいろいろとお気づきになってる点は私とね、同じところ違うところあると思うんですけども、この1ヶ月やり込んできて、手応えとか実績とかなんかざくっと感想の方を教えていただいたらありがたいんですけども。 そうですねまず1か月間やり込んできて、まあ、10万回を超えるのは何本かは出てきていて、でマックスで、まあ、実績だけで言うと、35万回が今は実績は出ていたっていうところですね。うんうん、それは結構考えてリサーチして、もうやり込んでみたいな、はい、それともノリでポンポンでやったらできた,みたいなまずノリでポンポンっていうのと、<laughs> そこから、いや、これかなっていうのをこう探り探りなところもあるんで。まあ ラッキーパンチもあるし、これかなって言うと、あこれなのかっていうところもあったので、少しやっぱりちょっと難しい、<あ>まだ1ヶ月じゃ難しいところはあったんですけど、ただ、恐らくこれかなっていうのはある程度感覚はつかんでるところはありますね、まああの。手数は打てますもんね、ショートなんで。そうですね、逆に手数を打った方があの考えるより早いかもしれないです今の段階は正直言って。まあ、もちろんそうですね。うんまあ、その中で結構、ね、ヒット作品を 生み出したり、10万再生なんて珍しくもないような形になってきましたけども、ズバリショート動画稼そうですか、いけると思いますね、本当に、やってみる価値がむちゃくちゃあると思います、これは本当に。 うーんその今までやっぱり YouTube やれなかった人ってその再生回数まず回せないっていうのがすごくあったと思うのでまずこの YouTube、まあ、初心者の方でも YouTube 全然ハードル高いよっていう方あとあとは YouTube やったんだけど全然再生回数回せなくてもう挫折しちゃったっていう人がこの木にもう一回あこれ回るなっていうのを感じるとこれ本当に 新しい価値が自分の中で埋めうん確かにねあの確かなことはこれからのことなんで言えない部分もあるんですけども,も私はねこのね YouTube ショートの割合が YouTube 全体の動画のなんか過半数を超えていってねもしかしたら9対1ぐらいで本来の YouTube の、まあ、いわゆるロング動画これが押しのけられて1割ぐらいになって。 YouTube といえばショート動画みたいになるんじゃないかなと思うところで、結構これね、1000万回の過去90日再生回数ってってから、ハードル高そうに感じてたんですけども、なんか結構簡単にいくなっていう感覚ですね、しかも始めたばかりの人がポンポンいくんじゃないかなと思うんですね。あの10万再生を100本で1000万再生なんで、これね、途方もない数字のように思いますけども、本当にね、数万再生、10万再生って、これ出ますね、ポン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 ,ポンね。 出ますねこれはちょっと自分も感覚は全然違ってたんで、通常の動画でしか考えてなかったので、<う>本当にだから自分も一番最高通常動画で回したのは25万回だったんで、<laughs> れれ25万回とか本当に、ね、すごいことやないとダメなんじゃないかと思ったら、ショートで見たら結構、他の自分も回したっていうところもあるし、他の人も結構回してるんで、それも結構直近で回してる人がいるんで、はい、あれこれもしかしたら、その、 あの感覚値が全然違うんじゃないかなっていうところ、うん、ここはすごく感じますね。うん、まあ、そのショート動画もね、再生させるための,そのサムネイルですとかタイトルとかね、まあ、あるんですけども、そこは共通するところあるんですけども、でもまあ、基本的にはショートなんで、10秒とか20秒の動画を気軽に撮っていくっていう習慣がつけば、もうカットも同然だと思うんですね私の例なんでですけども自動販売機でコーヒーヒを買うところをね。 ほんの10秒ぐらいですよ。お金入れて、コーヒーのボタン押してガタンって出たやつ。あれでもうね、40万回とか出ますからね。もう本当にね、詐欺みたいな、どういう仕組みなんだ、これはと思います <laughs> びっくりですよ。<laughs> はい。それであの、あタカさんは、実際、この1ヶ月ぐらい、どのぐらいやり込みましたなんか、アカウントが潰れるまでやったみたいなことも言われてますそうですね。一旦とりあえず、5個の、1、2、3、5個のチャンネルで運用してやってみて、はい、で、 まあいろいろこう分散させたり、まあ、テストマーケティング的,って、まあ、テスト的には同じ動画を、まあ 別,うん、別のチャンネルでこう同じ時間に出したりとか、うん、時間帯をこう全部の時間帯は試したんですか、24時間中で、うん、とか試したりして、どこにその可能性があるのかなっていうところをずっと試していったら、やっぱりその、まあ、夜、夜時間帯がやっぱり結構回ったっていうところは、やっぱり夕方から夜の時間ですね、やっぱり、うん、あそこはやっぱり狙い目だったっていうところはありますね。 なるほどまあ、想像するにたくさんのパターンがあると思いますけども、例えばあ勤務が終わって、電車とかで帰ってる方が、うん、その車内で座りながらこうショート動画を楽しむみたいなところも、想像でできるというところですかねまさに、まあ、本当にイメージ通りだったというところがあったんですけど、うんまあ、あとはそうでもなくても、じゃあ、本当に翌朝,朝ですね、朝方に出して回んないかと思ったら、<あ>まあ、すごい回ることがバーンってあるんですね。うん でこれもちょっとびっくりしたことがあったら朝に出しても回るのかとかあとはその同じ動画を例えばあるチャンネルでは全然回らなかったんですけど他のチャンネルで、えー、と流したら回ることがあったりするんですねだから、えー、あそういうことみたいな <laughs> <から S 2> <laughs> まあ少しちょっとランダム性が結構あるのかなと思っていて、だからそもそも動画がダメっていうわけじゃなくて、そのやっぱり時間的なものだったりタイミング的なものがあるっていうところもあって、そのなんだ何度でもそのチャレンジしていいんじゃないかっていうところがありますね、これ本当に。だから もう全然回らなかった、やめようも、やめようじゃなくて、それすごくもったいなくて、あこれ別にたまたまどうせ回らなかっただけなんで、あと5回か10回チャレンジすれば回るんじゃないかって思って、回したら、出したら回っちゃうっていうことあるので、はい、これはその、今までね、何度も失敗したっていうか、だめだと思ってた人でも、急にガーンと上がることあるんでいや、これはすごいチャンスだなと思いましたね。まあ、誰でもチャンスがあるって感じましたね、これは。うん まあよくね、ユーチューバーになるためには、最初の100本が大事だと思いますけどもでもこのショートに関しましては、100本って、なんか通常の動画のね、1000本ぐらいのなんかエネルギーっていうか、なんかこう、逆ですか、逆だ、逆だあの、非常に簡単にできるんでね、本当に10秒、20秒のやつをやればいいんで、それこそ片手間でポンポン取れちゃったりね、んあのなんですか、ご飯が炊けて、ピーっていった時の電気がもを開けるところとかを撮影したりとかね。<laughs> だからそんなんなでもいいわけでで、すからね。でこれたくさんにねちょっと、まあ、分析したところが何点かあると思うんで聞いてみたいんですけども例えばね規則性についてはどういうことをねあの気が付いてらっしゃったかとかあと回転数のピークとかそれからピークがねリピートしてもう一回返ってくるっていうの可能性があるのかなとかこの辺どうですかね まず規則性については、もうこれ完全にやっぱランダムだなっていうのは感じましたね。まあ、ある程度その、要は、えっと、ジャンルを固めてチャンネル作ってみたいで、まあこの系の この系のショートを出してみようとか、あの系のショートの系を出してみようって、まずそれでやってみたんですけど、あれ、でも結構規則性がやっぱバラバラで分かんなくて、じゃあ今度全然別々の、もう要はごっちゃのチャンネルも作ってみたんですけど、ごっちゃのチャンネルではやっぱり結果は一緒だったりして、あだからこれはもう、なんだ、まあ、やったもん勝ちだなっていうところがありましたね、まず規則性に関しては。 だからその一生懸命、これじゃないとだめとか、このジャンルが回る、回らないとか、多分今の時期は多分なくて、どのジャンルでもとりあえず上げてみたら回るっていうところで、そこで人が集まってくるところがあるので、まずその規則性に関しては、今のところは完全な規則性は見当たらなかったっていうところはありましたねなるほどね、それはね私も同じように思っててあのどの、例えばジャンルだとしたら、どのジャンルが当たるかって、今ね、YouTuber 全員で用意どんで探しているところだと思うんで。 多分回転数の上がった動画の似たようなやつを量産していけば、まあ、高い再生数とかね、高い集客力のある YouTube チャンネルはいきなりできちゃうんじゃないかなと思いますね。で、あと、回転数のピークとか、どのあたりに来てるのかなっていうこととか、あと、ピークって1回去ったらもう来ないもんなんですかね、これ、どういうふうにお感じになりましたそのピークに関しては、やっぱり一番確率が多かったのは1時間後でしたね。だから 1>, えっと1時間後出します、アップロードします。だいたい自分、予約投稿、をだいたいしてたんで、何時に出したかは全部わかってるんで、それ予約投稿した後の1時間後に、ぴたりガーンっいって、 でその1時間中ずっと回り続けるんですよ大体でその1時間が終わったらピタッと止まるっていうなんかこう本当に1時間一時間待機時間があってその後一1時間ずっと回り続けるっていう山を描くっていうパターンが一番多かったですねもちろんこれは、うん、えっとあるものは1日経った後にその1時間バーンって伸びたりするのもあったんですけど一番規則性が高かったのは1時間。 まあ、ある1時間経って、その後一1時間、まあ、1時間、1時間、大体1時間回るっていうのが規則性が高いっていうのが、ままず1つありましたねなるほどねで、私のね、試したことなんですけども、同じようなあ内容でですねで、ちょっとだけネタを変えたのを連発して、5本とか10本まとめて出すと、そのうちの2、3本が高い再生数、数万再生っていうのを、まあ、出してくれるなっていうのを。 感じたんですよそれで残りのやつっていうのは、まあ、はっきり言って数十回とか数百回、まあ、それでもすごいんですけどもそれにとどまっていたみたいなね例えばあの50型シリーズっていうのをね私はやってたんですよ1日に5本ぐらい50型だとこういうところで困るよとか50型だとこんな時においしいよとかね、まあ、いろんなネタをね1日に5本とか10本まとめて固めてバーンと出したらやっぱそのうちのいくつかがあ5万再生10万再生を出してくれて残りのやつが まあ繊細性弱みたいな感じでね。でちょっとリズムをつかんだところがあるんですけども、うん、なんかその同じようなジャンルをちょっとだけ変化をつけたのをまとめて出すと、まあ、結構拾ってもらいやすいのかなというふうには感じたんですね、まあ、これはあの他の方がね。 別のパターンでやってるのと単純比較ができないと思いますけど、私はそういうふうにちょっとこう試してみて、なんとなく感覚をつかんだところかなっていうのが今お話しできるところかなと。で、ピークに関しましては、タカさん言われたように、1時間ぐらいで再生数が上がらなかったら、もうそのまま潰れていくなとは思ってますね。あと、タカさんがね、ショートのネタ、ショート動画のネタね、いろいろ考えられたと思いますけども、なんかこんなネタがあるよみたいなのがあったらいくつか教えていただきたいんですけども、どんなのがなんか考えられます あ,あとあとさっき言ってた回るあとその後回るかどうかって話ちょっとできてなかったんですがでそれに関しては、えっと、やっぱ回転数によって回る回らないっていうのがやっぱりあるなっていうものがあって、うん、先ほど久保さんが言われたように、まあ、全然かす、うん、というかでもまあ100回程度ぐらいだったらもうそこで終わるんですし <laughs> 1>, えっと1万回程度でもやっぱりそこでピーク、まあ、5000から1万だとそれでも山が終わるんですけどそれが あの一発目のピークが5万とか、5万以上とか、うん、まあちょっと一発目で10万はないような気がするんすけど、5万から5万以上ですね、5万以上になってくると、これがずっと伸び続けるっていう傾向はありましたね。うん、だから、その一発目で5万上がってたら、いつの間にか10万回になってたり、まあまあ、要はずっといつの間にか裏で回ってるってパターンですね。だからこれも本当にそのあの 普通の動画の再生数とは全然違ってて、ショート独自の多分動きをしてるんじゃないかなと思ってて、なんで一発目でその初動で当たる数が、うん、ちょっとこれもちょっとラ,ランダム的なところでちょっと分かんないですけど、うん、初動でズカーンって当たったら、これがずっと伸び続けるっていうのが、まあ、さっきから一発一発勝ちっていうんですかね、そういうのがありましたね。ということは、スタートで高い再生数がたまたま出ると、その動画は。 YouTube アルゴリズムが人気だと考えて、いろんなところにまた再登場させてくれて、結果、伸びやすくなるっていうピークが何回もくるっていう形ですかねおそらくなんですけど、初めの初っ端なはランダム再生だと思うんですけど、うんうん、その後に関しては、きっと通常、まあ、通常っていうのはある程度、その人気っていう感じで認識されて、うん、おすすめそロ、そのなんか たさん多分飛んでいってる感じなんですね、<ー>感覚として。はい、まあこれはそのコメントからしか測れないんですけど、うんまあそ、その好きなような人たちのコメントがボン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 入ってくるので、あっと <laughs> でコメントが来て気づくんですね、うん、あれこれいつの間にか回ってたんだっていうところで、はい、なんでやっぱそこが違うのかなと思って、だから初動でこう人気動画として扱われたものに関しては、 まあ、要は通常の動画と同じようなおすすめだったり関連に近いようなアルゴリズムの動きをしているような気はしましたね。まあ、より回ってくれるというところがありましたあ、はいはいまあ、なるほどね。確かに運営する YouTube としてはいろんな人の目に触れてコメントは書か,かれるわ評価は上下かかるわで、えー、と何回も同じ人が再生するみたいなのはやっぱりこうなかなか潰しにくいというかね。 もっともっと多くの人に見せようっていうふうな感覚になるかもしれませんので、まあ、あの YouTube のおすすめにショートで出てくれるやつをね参考にしながら狙って当てるってことももしかしたらねできるかもしれないですねこれは十分。でその中であのショートのネタタコさんが考えてらっしゃるのをねなんかあったらいくつか教えていただきたいんですけどどんなショート動画のネタとか考えられます そうですねちょっと初めは副業ネタはどうかなと思って、ちょっと副業の話とかをいろいろやってみたんですけど、結構副業もやっぱりその副業に関したそのチャンネルで特化してやってみると、結構その真面目なコメントが入ってきたりするんですね、これ。なので、あこれちゃんとおすすめそうというか、ちゃんと見てる人にはちゃんと言ってるんだっていうところがあって、やっぱりそのしっかりとあのショートとはいえ、えー、さっきちょっと話が ちょっっと変わったりすするんですけどジャンルを固定してやっていくとやっぱりその人たちが見ている人たちにちゃんと焦点が合ってるっていうところは確実にありましたね。なので例えばその職業とかやってるチャンネルの方はそのやっぱり同じ自分の近しいジャンルっていうのをやる方が もう全然その例えば自分ペット系もちょっとやってみたんですけどペット系もやっぱりそのペットが好きな人のチャンネル登録が結構多かったりですねして、はい、あそう,そうなんだっていうところもあったんでやっぱりその自分が発信したい自分がより視聴者として引き込みたいっていうジャンルに対してやっていく価値はすごいあるなっていうのは感じましたねこれは特に多分どれっていうよりも本当に自分が発信したいものに対してこうやっていくとすごくいい感じの結果が取れ じゃないかななと感じましたなるほどね、まああの。YouTube を全く経験したことがない方とか結局 YouTube やろうと思ったんだけどやらなかったって方はさすがにショートだからといって、うん、じゃあやろうかってもしかしたらね腰が動きにくいかもしれないんでじゃあこんなんだったらショートが誰でもできるんじゃないのっていうものがねもしあればねこれからも探っていきたいんですけども、まあ、例えばねあの、まあ、今空っていうんですかね朝の この空の様子を、やっぱ10秒とか20秒で撮ってらっしゃる方って、あの、一般の YouTube でもあったんですけども、こういうのをショートであげると、例えば朝の天気とかね、気温とか、これから雪のシーズンが、もう雪すでに降ってるところがありますけども、まあそんなところをね、天気予報のように、毎日、その地区の様子を実況してくださったりとか、まあそういうのってのは本当に20、30秒で済んじゃうんで、うん、例えば車に向かう、 道中のね、駐車場に向かうまでの道中、もしくはアイドリングしてる最中に、まあ、一言二言言葉を入れたりとか、コメントを入れたりとか、しながら動画を上げるっていうことだったら、多分多くの方はできるんじゃないかなと思いますし、まあ、歩きの方とかもね、信号待ちで一言みたいな、それをなんかこう、ね、あれじゃないですけど、ワンコインサラリーマンさんじゃないですけども、<laughs> なんか日記の上にやると、なんかそういうのにもファンがつきそうだなと思ったり、あとはなんかね、その、 休憩時間の過ごし方で、ちょっとした、なんかこう、なんですかね。私が思うのはね、疲れを取る指のツボみたいなのを押してるところをなんかアップするみたいなのがあったら、結構見てくださる方いるのかなとかね。なんかそういうふうな美容系とか、あの、アンチエイジングとかね。 ちょっとできる健康法とかっていうのがなんかこうジャンルとして開かれそうだなと思うんですけども、ああいうのって本当は一瞬で済むやつって結構ありますからね、なんか心ツボを押したら気持ちが良くなるとかね、なんかトイレをね、電車の中で我慢するときは何をするみたいなとかね、他にもなんかね、いろいろ考えられる中で、そのメイク直しの方法とかっていうのもあるのかなとか、それからスマホのなんか珍しい機能とかをなんか30秒ぐらいで紹介してくれるとかね、 うん、なんかまだまだ考えられるかなと思う中で、やっぱこう探っていかないといけないところがあると思いますけども、タカさんがね、えーまあ、こういったジャンルが当たるよ、もしくは来るんじゃないかな、もしくはみんなでリサーチしていこうよみたいなのがあったら、やっぱこうグループ内でも共有しながら、みんなでえこう開拓していくってところはあるかと思いますけども、なんかその辺のね、あの戦略とか、そのショート動画の狙いっていうのは何かお考えのところありますあとちょっとリサーチしてて面白かったのが、お<う>あの 食べてる、食べてる、なんですかね、あの食べ10秒食べ自分が食べてる、まあ、顔出しできる人なんですけど、うん、食べてる人の,その、食べてるところをショート動画撮ってるっていうのが回ってる人がいて、まあ、これ、顔出しなくてもいいか、いいですね、多分。うん、そういうのがあ回ってる人たちまた、あ、ぶこれ、グループでやってるのがちょっと分かんないんですけど、そういう人たちがいて、すごい、なんか、まあ、回ってるなっていうのを感じましたね、本当、これ、誰でもできると思うんですけど。あ食べてるとかね。 そうですね本当、今日の食事みたいな感じ、まあ、俺の飯みたいな感じでやってる人っていうのがすごいいっぱいいたので、これ <laughs>、多分ちょっと、なんか、なんかやってるなっていうところでうん、まあ、そういうところだったら、本当にこう、なんだろう、誰でもできるんだけど、そのさっき、ほど久保さんが言われた太陽だけの動画、もうひたすらその、ここなんだ、東京の太陽とかなんか、大阪の太陽とかなんか、そういう地区的な太陽をひたすら。 そのういう方たちがいてこれ別に誰でもできるなと思っていて、うん、でそれでそのかつそのなんだろう当たる当たんないのあんまり意識してないみたくってもうともかくその数で勝負みたいな今の段階だと、うん、っていう方がいてあこれやっぱそのみんなでその要はまあ、これは熟成さんどうでもいいんですけどともかくそのみんなでこう a ヤ r でそをやっていくとちょっと面白い結果になるんじゃないかなと思っていてこういうのができると非常にまあ自分一人だと太陽って結構限界あるんですけどみんながそのみんなその同じじゃないですけどちょっとトライ的な感じで楽しんでいくっていうのは一つのこれ面白いまあ試みなんじゃないかなと思ったりもするんですけどねはいなるほどねまあグループの中で例えば YouTube のタカさんのコミュニティの中で 当たったショート動画をこう共有しながらね、切磋琢磨していったりとか、情報をシェアしてみんなで、えー、当てていくっていうのはできるかもしれないですね。一人よりも。一人でやるよりも何人かでやった方がねうん。なるほどね。はい。でね、あの、YouTube ショートで考えられる、そのメリットとかデメリットっていうのも、ちょっと今日はお話ししてなかったんですけども、その辺でお気づきのこととかってあります メリットはもう今今話してて、もう本当にあるんですけど、デメリットのところってなかなか見つけにくかったんですけど、やっぱりありましたね、これデメリットっていうのは。ちょっとここでもう言っちゃうんですけど、やっぱりデメリットは逆にこう回ってしまうことの弊害ですね。これって今まで多分回りすぎることってあんまりなかったと思うんで、普通の人って。その気づかなかったと思うんですけど、その回りすぎることによって、なんかちょっと。 コメントがその行きすぎる方が集まっちゃうことがあるんですね、これ。あ<ー> <laughs> ちょっと表現あんまりちょっとオブラートにするんですけど、はい、なんでそのコメント合戦みたいなのがちょっと始まっちゃって、なんかそれであんまりよろしくない状態になったりもして、それでなんかそこから評価が多分下がったりして、そのチャンネルが全然回らなくなったとかいうところもあるので、本当にその要は、 アクセスが欲しいがために、そのなんだろうちょっとまあ過激じゃないんですけど、少しこの例えばお笑いだったら少しこうちょっと行き過ぎたお笑いみたいないうところをこうやってしまったりすると、そのチャンネル自体が死ぬ恐れがあるので、うん、本当にそのここも取り扱いが非常に、うん、その <laughs> 大事だなっていうのは感じましたね、本当に。 で楽しくなるんですけどその後に収集が作るよなった時っていうのはチャンネル自体が、まあ、自分もちょっとチャンネル自体がほぼ1個死んだのも死んだっていうか回らなくなったのがあったので、はい、これはお気をつけした方がいいっていうところを、うん、皆さんに伝えておきたいとこれはぜひそうですねはいそういうところがありますじゃあ,あのショート動画といえどもやっぱりこう人が見るもんですから あ,あなんか時間無駄にしたとか、騙されたとか、なんだ、何もないじゃないかみたいな、いわゆる釣りの動画っていうのは用心した方がいいかかなって,ってことですかねそうですね、そういうのもありますし、ちょっと、ま、これは、あまあ、なんていうのかな、表現的に難しいんですけど、自分にとってこう面白いかなと思ったけど、ある人にとってはそれがちょっと不快に感じたりいというか<ー>、うん、それ良くないことじゃないみたいなことになるような、そ,のそういう雰囲気を与える動画は、 出してしてまうとやっぱりからの評価が、まあ、多分コメント見てるのかなと思うんですけど、そういうところ、そこまでちょっと機能がいいのか分かんないですけど、ともかくそういうところがあると、まあ、単純にその後に回らなくなるんで、あこれ失敗したなとかやっちゃいけないんだなっていう、<laughs> 後から気づくで、後から気づくのはちょっと相当いや、ね、もったいないと思うので、まあ、テストチャンネルとしてやってたんで、まあ大丈夫だったんですけど、まあそういうところもあって、だから本当にアクセスが逆に取れるがゆえの、その、 コントロール自分のコントロールっていうのを非常に大事にした方がいいんじゃないかっていうところではありますねまとめて言うとね、これね、本当、YouTube ショートって信じられないぐらいアクセスが伸びるんで、それこそアクセスが伸びないのもありますけども、そんなことが気にならないぐらい、あの5万再生、10万再生、20万再生って、もう本当、並ぶんですよね。えこれがだから、今だからそうなるような気がします。例えば、半年後とか1年後だと、参入が多くなるんで、またね、 過等競争になってなかなかあ勝ちにくくなるってところあると思いますけどもいや本当今日にでもねすぐ始めてしまうとびっくりすると思うんですよ本当こんな動画で変化やなみたいなのも多分再生はされると思うんですかただ再生されるからといって手放しにしておくとそこに再生数っていうのに対して人が集まってるってことなんで中にはね誹謗中傷を書くのが好きな人も集めやすくなっちゃうんでそういう人がね 気に入ってくれると、ちょっと偉いことになるな、っていうのは想像もできると思うんですよ。あとはね、悪意はないんだけども、結局人を傷つけてしまうような動画にもなっちゃったりするんで、まあ本当に適当に撮る中でも、一定のね、配慮は必要かなと。以前あったんですけども、なんかね、廃墟をね、撮影する YouTuber さんいらっしゃって、廃墟を撮影したんですけども、中に人が住んでてですね、これ廃墟じゃねえよって怒られた映画があったんですけども、 だからね、あの、本当に何でもかんでも移してもいいものかっていうと、ちょっとね、あの、人の持ち物とかっていうのは気をつけた方がいいかな。例えば住まいとかね、車とかね、何とっとんじゃんみたいな怒られてもいけないんで、うんい、そういうところはなんかね、あの常識の範囲でえ、これはやめとこうかみたいなのはブレーキかけた方がいいのかなと私も思いますね。それで、うん、他にも何かお気づきのことあります やっぱその拡散されるがゆえの,その一つの動画の重要性っていうところに気づいたりはしますね。普通の動画撮ってもそこまでこう一気にガーンって回らないんで、まあ、別に大丈夫だろうっていうのはよくあると思うんですけど、はい、逆にショートだと一気にこうバーって、まあ、拡散っていう表現があるかは分かんないですけど。はい、か回っったことによって あ、これ、やばいのあげちゃったっていうのが、後の祭りにならないようにした方がいいなっていうところ、気軽にそのすぐスマホであげれちゃうんで、逆にその映っていたのがなんかね、 ちょっと人のドア,アップの変顔とかがもし映ったりしていて、それがまかり間違って、ばーって当たっちゃって、コメントがみんなから入っちゃったりすると、ちょっとえらいことになっちゃったりするんで、本当にそういうところっていうところは気をつけた方がいいかなと思います。まあ、多分そういうところさえ意識しとけば別に正しく運用すれば大丈夫なんですけど、ただやっぱりこう回るっていうところの この気持ちの高揚が止められない方はちょっとまずいかもしれないなっていう感じはありますねはい、はい、そうですねさすがに再生数が50100だと気にしないことでもやっぱりね10万再生回るとこれ世の中に対しての責任とかやっぱりね感じないといけないですからねただ再生数回って万歳じゃなくてそれを見てさまざまな考えに及ぶ人がいるってことを考えるとやっぱ10万再生を超えたらね さすがユーチューバーの責任のレベルは2つ3つ上げないといけないかなと思いますこれは。はい、ありがとうございます。はい、で、ユ、えーチューブショートのことはね、もう、ここからあのお話も繰り返し繰り返しになってしまうので、この辺にさせてもらいますけども、あのタカさんのユーチューブのこのコミュニティのことをちょっとね、聞いてみないと、今日はね、終われないんですけども、あれからユーチューブ塾、いかがですか、どんな進捗になってますたまに聞いてはいるんですけども、改めてお話しいただくと。 そうですね、千、えっと、一番初めに、えっと、ズーム対談した2か月前ですかね、2か月前にズーム対談して、うん、えっと、入られた方からですね、うん、まあ、1か月で1000人、チャンネルトーク1000人いったっていうのが出てきまして、はい、いや、これちょっと自分も本当にびっくりだったんですけど、はい、まあ、でもそういう方が現れたっていうのが驚きではありましたね、本当。確か前の対談では結構 かなりチャンネル登録伸びてるよってお話がしたような気がするんですけど、うんね、まさかもう1000人、今多分超えて1200人ぐらいもいってるので、うん、ちょっともう止ま,止まらないなっていうところがあって、うんじゃあこの収益化ももう近いみたいな感じなんですか。多分収益化終わってますね、ちょっとちゃんとまだ聞いてないんですけど、もしかしたらもう OK ですよの返事が来てるかもしれないです、ね。す来てると思いますこれは えー、そうなると、YouTube 自体が収益化されると、YouTube ショートも収益化がすごくスムーズだっていうふうに聞いたんですけども、そちらの方もその方は期待できそうですかねあー、確かに、ただちょっとね、ショートはちょっとだけやったんですけど、ちょっと今、押さえてもらってるんで、ショートで回っちゃうと、その感覚が狂っちゃうって、うん、あと視聴者層がちょっと狂っちゃうかもしれない<の>っていうところで、一旦ちょっと、もうちょっと待ちましょうかみたいな話まではしてるんですけど、はい、ただその。 でもショート使ったらより回るとは思いますんで、うん、というところあるんですけど、本当にやっぱりその、まだまだそ YouTube 参入が無理とか、苦しいなと思っている人でも、しっかりやればやっぱりいけるなっていうのは、まあ、自分もかなり手応えは感じましたし。うんはい あと自分の塾生さんでも、その自分の塾生さんがコミュニティを開いて、また教えてるっていう塾生さんもいるんですけど、その方にも自分の,じ自分の会員さんに教えがいがすごいあるっていうところがあって、あこれはそのみんなの希望になったなっていうのありましたね、本当に。はいはい、なるほどねあの、YouTube ショートの稼ぎ方っていうのは、必ずあの出してくる人いると思うんですよ、それは無料動画にしても、商材にしてもね。 で、まだ出てないと思いますけども、この辺いち早く YouTube ショートに慣れていただいて、で、そちらの方をね、えー、教材化したりとか販売したりとか、高さんのコミュニティの中で咀嚼してみんなでシェアしたりとか、まあ、いろいろと展開は考えられるかなっていうのと、多分 YouTube もね、YouTube ショートだけで終わらずに、このショート動画にいろんな機能をつけてくると思うんですよ。でその辺も高さんのグループで、えー、いち早く情報をキャッチして皆さんでね、 えー、受け止めていただければ、多分先行していくことはできるんじゃないかなと、まあ、私ももちろんあの気にしていきますんであので、私の方からも皆さんにお知らせしますしね。となると、YouTube 塾は結構順調な滑り出しで、収益化される方もあっという間に出て、もうでも1ヶ月とかで出るのはすごいですね、はっきり言って、これはち。ちょっとこれは <laughs> あのや,や,やりすぎってわけじゃないですけど、逆にちょっと驚きの結果なんだよ。 ちょっとす,す,ごいすごいなっていうのがありますね、本当に。だからみんながみんなこれ、多分できるって思っちゃうとちょっとびっくりしちゃうんですけど、うん、この人がでもそんなに特別かっていうと、そこまで別に特別ではなかったので、うん、なんかすごい才能があるとか、すごいなんかサムネがキャッチーのが作れるっていうわけでもなかったので、うん、でだから、誰にでも可能性はあるんだなっていうところは感じましたね、これは本当に。<あ>うん、そのの辺を、はい、だからその辺をタカさんのグループでうまく引き出せたところが あのいいポイントになったんでうちの塾生さんもいっぱいずっとやっているのでその自分だけじゃなくて他の塾生さんからいろいろ学んだっていう話は聞いてて、うん、他の塾生さんのいいところを全部,もう全部自分のところに取り入れて本当に全部ミックスしたようなチャンネルとして作ってたのであだからうちらもこれはしっかりとみんなのしっかりモデリングして作ってるなっていう話はしてたのでいや、はい、まさに。 まあ、い,い,いいとこ、いい,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 いものが作れたなっていう感じの方でしたね。ここがね、すごく大きいところで、で結局、タカ、まあ、さんの YouTube のアカデミーにね、これ入るのには、まあ、一定の意欲と、それから費用が必要なんですよね。だからそういったものを避ける人が集まったところですから、当然、成功には2本も3本も近いわけですよ。さらにその人たちが 横で協力しましょうってやってるわけですから、これは結果が出るのがね、早くなるのは当たり前で、一人でやるよりは絶対にいいと思うんですよ。私はもう本当にいつも思いますけども、一人でできないから今こうなってるわけなんでね、絶対にどっかのグループに属して、そこでやっぱこう高いレベルを目指してる人と、まあ一緒に切磋琢磨したりとかね、学び合ったりとかするっていうのはすごくいいことだと思いますんで、まあ、タカさんの YouTube の塾ねものすごく順調に回ってるんだなってことは、あ今日のお話も再確認できたなってことですよね、まあ、これから塾の運営って、どういうふうにしていこうと思います、ね、今のところはです、ね、あと、あの自分のもともと自分のジャンルだけでこうや、ジャンルをモデリングしてやっていこうっていうイメージでずっとやってたんですけど、最近やられた方で、自分で発信したいと、うん、自分のやりたいことをしたいんだよっていう方が現れてて、その方も入られて今、頑張っているところなんですけども。 もうその方が確か毎日報告してくれても二2ヶ月ぐらいやってるんですけども<お>要はその他のジャンルみんながやってるんであ俺もできるんだっていう気持ちがまあすごく強いっていうところがありまして要はそのみんな熟成さん同じジャンルをやってるんでまあみんな同じようにこう頑張っているので、まあ、そのまあ投稿頻度に差はあれ毎日やってるっていうところがあるのであじゃあ自分はその今回 うちの塾で提供しているチャンネルじゃなくて自分でちょっとやりたいことがあるんですと、まあ、自分でやりたい放送があるので,でそっちでやってみますっていうところでそのあのジャンルは違うんですけどみんな動画を出すとかその気持ちをなんか強く持って毎日投稿するみたいなそういうところっていうのは同じ皆さん意欲があるのでその自分がそのジャンルが別に あんまり好きじゃないと思っても、まあ、全然そのあやっていけるんだなっていうのが新しい今回の収穫ではありましたね、こうやって久保さんとその、その方も久保さん、このズームの対談で見ていただいて、入っていただいた方だったので、うんはいあ、そういう発展の仕方はあるのかっていうところはありましたね。はい はい。まあ、ありがとうございます。まあ、これからもね、あの、皆さんで協力しながら、そして時にはね、えー、切磋琢磨しながらやっていただきたいと思いますけども、結局皆さんが、その YouTube アカデミーの中で、収益化をね、現実化して、一人ずつ利益を上げれるようになって、儲けていただいてね、で、ゆくゆくは、その自分で培ったスキルを、また他の人にこう、伝えていくような、ああ、役割になっていけると、 多くの人がまたさらにね YouTube に可能性を感じるんじゃないかなと思いますけどもちなみにタカさんの塾に入っていらっしゃる方みんな覆面 YouTuber さんですかそうですね顔を出してないですまあもうん、そうですね顔を出してる人はあいないですねでもただちょっといろいろ話を聞くとこれゆくゆくはこれ顔を出せるんじゃないかっていう希望を持ってる人がいましたねな、うんで,でかっていうとやっぱ初めは全然しゃべれないし動画も出せないし、うん、なんだ な要は喋りがたどたどしいんで、とてもじゃないけどその、顔なんか出せる状態じゃないっていうところではあったんですけど、や,やればやるほど、なんか普通にできるようになっちゃって、これ、将来的に顔出した方がもっと回るんじゃないかっていう希望を持った方がいて、これ、もしかしたら、この、要は、 顔を出すことによって自分の,そのチャンネルがもっと認知されるのであれば、これはその顔を出すためのトレーディングとして覆面をやってるんだっていう感覚でやってる方もいたので、あなるほどなと、単純にだから顔を出す出さない、完全に出さない人じゃなくて出せるっていうところの気持ち半分持ってる人も、まずは出さないっていうことで始めていって、もう吉嶋も自分で。 全然しゃべれるようになったらいざというこのタイミングで出すみたいなそういうやり方もできるんだなってこういろんなこのなんだ気持ちを持った人がいっぱいいるのでちょっとそういうところも聞けて非常に楽し,いな <laughs> 楽しみなところでではありますすねねそう顔出しをしてない人がじゃあそろそろ顔出ししようかなっていうふうに選ぶことはできますけども私は今更ね覆面つけましたって言って意味がないんでね <laughs> その辺はちょっと発展性があるかなっていうのとあとはなんかこうですね コミュニティを作って、そのコミュニティに参加した人に対しては、顔出し指導しますよみたいなのも、まあたつの特典としてあるのかなと思っちゃいましたけども、タカさんは顔出しする予定ないですか顔出しですかあ、全然考えてなかったですそういう。<laughs> 今のところはないです、ね、ころはそうですね、ちょっともうちょっと控えておこうかなと思いますけどね、<laughs> まだちょっとね。 学校大丈夫かなっていうところの不安がありますんでね、<笑><笑>そこがうまく、まあ、クリアできたら、まあ、無理して別に隠す必要はないんですけど、ただ、今、皆さんが顔を隠してやっているので、でうまくいってでも、みんながみんな、その塾生さんが顔を出していったら、まあ、じゃあ、だ <laughs> 出すとか思ったんですので、ね、<laughs> そういうい、ね、本当に。だから本当、入りとしては別に覆面でもいいんですけど、最終的にこう出せていくと、全然やっぱり効果が違う、きっと多分効果が違うんだろうなって思ってる熟成さんも中にはいて、なんで初めはもう、まだちょっと自分がね、まだちょっと自信ないんで、覆面でいきますと。でももう、もうなんか結構なんずっと放送し続けて、ファンも増えてきたんで、よし、ここ,こではもう、 あの顔を出していくぞみたいないうところも全然いけると思いますし、それはもう久保さんが今ずっとやってますからね、顔を出して。<laughs> <laughs> そういうところを含めて、その意味はあると思うっていうところもあって、なんか、本当になんか、もう、熟生さん、入ってきた熟生さんが逆に楽しみですよね、より。あこうなっていくんだとかで。 ね、熟成自分の熟成さんがまた新しいコミュニティを開いて、そしてその中の会員さんがまたいろいろやって、もともと覆面でやってるのがそれがまた顔出していって、違うジャンルにこう参入するっていう、まあ、なんかいろんなこう動きをしているっていうところが、でもなんかすごいなってしか <laughs> 感じませんね、はい。うん、はい、なるほどね、はい。まあでも、顔出しがどうしても難しい方っていうのはいなくなりませんから、そういう人のなんかね、とし火として。 覆面 YouTuber これからも続けていただければあ、YouTuber として自分の姿を晒さなくてもちゃんと稼いでいけるんだっていうのはね、まね、あ、一つの道になりますんで、えー、そこはそれで残していっていいかなと思います。まあ顔を出して YouTube をやるね、えー、形は私がもう一点引き受けます。そんな感じで住み分けもできてますけども、タカ <laughs> さんの,そのおー YouTube のね、アカデミーですけども、こちらの方は今でも募集は されててるよううなな感じなんですか、はい、そうですすすかはいそねね今やってます、ねうんまあ、どんな形であの募集するのか分かりませんけど、ちょっとご案内いただければと思いますけども、なんか特典などあったりとか、ね、カリキュラムとかサ、サポート機関とかね、でどんなことで、えー、やっていくのかとか、話せる範囲でいかがでしょうか、はい、今回に関してはです、ね、ちょっとショートのお話がたくさんあったので、うん、ちょっとショートの特典を少し今考えていて、まあ、半分ちょっと作っていったって、うん、作ってる。 というところもあてちょっと久保さんにも少しシェアしたんですけど、今回、えーっとまあ、自分が726本ちょっとあってあげたんで、その中で今、もう結構話しちゃったんですけど、まあ、少しもうちょっと話せない部分はあるので、その部分っていうところの話っていうのをちょっと特典でお話し、まあ、動画で10分ぐらいの動画作ってちょっとお渡ししようかなと思ってますので、まあ、そのまず特典をお問い合わせしていただいた方にお渡ししようかなと思ってますというところは、まず1つ目の特典ですね。 でうちの塾に関しては基本的にはもうジャンルっていうのは完全に自分のジャンルを教えてますんでそのジャンルにそのままやっていただければまず間違いなく道に迷うことがないそしてあともう自分よりも塾生さんがみんなや,っやられてるので自分の真似をするのもよしあと他の塾生さんも真似するのもよしで結構、まあ、やい迷うことがすごくないって今状態に結構なって ってるところですねのがあってあとは自分のサポートが基本的にはあのずっとあの永年サポートって形でやってるのでずっとやっているのとあとはあの毎日あの結果報告いただければ毎日返してるっていうところもあって、まあ、すごくその要は毎日付き合ってほしいんだっていう方であればすごくやりやすいかなと思いますしあとはその詰まってなんかちょっと動けないよとかパソコン全然わかんないよって方はすごく まあ初心者ですけど、初心者の方はすごいやりやすいんじゃないかなと思うんですよね、ここは。というところが売りになるかなと。だからちょっとやって、もう結構慣れてる人は逆にその自分のカリキュラムを見て、速攻で覚えて、速攻で卒業しちゃう、卒業っていうか、もう関わらなくなっちゃうとうか、もうすぐ飛んで、すぐやれちゃうんで、はい、まあそういうところはね、どういう風に感じが自分に合ってるのかなっていう方がして来ていただけると、非常にまあ,ありがたいなっていう形ではありますね、本当に。はい はい、ありがとうございます。実はねタカさんが再生回数を伸ばしてるあるジャンルがあるんですよね。これはほとんど世の中のユーチューバーさんには知られてないんですよ。ですんでそこで動画を作るとそのジャンルはずっと当たりまくるんですよ。でそこを熟成さんには「はいどうぞ」っていう風に教えてくださるんで熟成さんは教わった通りにそのジャンルで動画投稿すると、まあ、非常にね効果の高い再生回数なりチャンネル登録を得ることができる。 いうことなんで,すよ、ね、ですんでねあのどうしてもヒットするジャンルが見つからない方はまあここで実績を作るのがねいい道かなと私も思いますね、まあ、どのジャンルなのか何を扱っているのか私もちょっとお話できませんのでそれはタカさんに直接メールなどを送っていただければと思います <laughs> ところでね動画をバズらせるコツなんてのがあると思うんですけどもそういうのをまとめて、はい、なんかプレゼントですよみたいなのに今回なんかお問い合わせを下さった方とか 入塾ししててくださっっったた方にあげまますすよっていうのははなかったりします、はい、それも少し考えていて、ちょっと完全に忘れてたんですけど、あの <laughs> ショートの話ばっかりしてて、はいえっと、バズるためのセブンステップっていうのを昔、あの以前、有料で販売してて、こちらもあの特典としてつけようかなと思ってましたちょっと今言われて初めてハッと気づいたところがあったんですけど、<laughs> でこれに関しては自分が初めて、えっと、バズるっていうところ、まあ、初めてバズった、まあ、要は。 えっと、チャンネルのまだ100人満たない時に、まあ、4万、大体5万回ぐらいいったんですけど、その時の、まあ、気持ちだったり、どういう風な感じで撮ったのかっていうのを7つのステップに分けた動画として作っているっていうところがあります。で、これに関しては、熟成さんも全く同じ再現性が出たので、あこれはちょっとやっててよかったなっていうところがあるんで、もしその、まあ、ショート動画だとまあ完全にもう、ね、10秒撮ってない。 ああれっていうのはあるんですけどそうじゃなくて本編の動画でしっかりと、うん、まあ動画を回したいよっていう方はこちらのセブンステップ聞いてもらうとあなるほどなっていうところがちょっと感じれるところがあるのかなと思いますねはいはいこれはちょっとね目玉というか秘密疫になるんでね多分私が言わなかったら秘密のままにしちゃうと <laughs> よかったです <laughs> <laughs> 話に対してなんとですね <laughs> 動画をブレイクさせたかったらこれ一般動画ですよショートじゃなくて YouTube の動画の再生回数をズカンと上げたかったら 7つのステップをなぞるとですね、再現しちゃうというね。これをタカさんが証拠の動画とともに提供してくれるっていうのがね、今日一番大きなポイントじゃないかなと思います。ですんでね、YouTube で当てる方法を最初から1個ね、もらえるわけですよ。これはすごく美味しいんじゃないですか。で、入塾すると、なんと当ててるマーケット教えてもらえるんで、そこのマーケットで動画を同じようにやったら、もうね、 数字ががババンバン上がるみたいいなすごく羨ましいと思うんですよいやこういう2つぐらいの特徴が今日は見え隠れしたかなってとことですよね、えー。それではね、あのタカさん、のそちらのタカさんの YouTube アカデミー、このお申し込み方法、お問い合わせ方法などはどうすればいいんでしょうか、はいえっと、これ、映ってるのかわかんないです一応、覆面 YouTuber タカで検索していただけると、きっと、まあ、チャンネル出てくると思いますんで、まあ、そちらから連絡していただければいいかなとは思いますね、本当に。 ははい、い。であありりまます。す。必ずじゃあ、得点はね、秘密にせずに必ずお渡しください。<笑><笑>皆さんもお問い合わせしたらね、<laughs> 得点はもらえるんですか入塾したら何がもらえるんですかってもうね、ズうしく聞いてくださいね。<laughs> そしたらね、タカさんはね、ポロ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 教えてくれます。す私もその作戦でいろいろと引き出しました、ね。<laughs> <laughs> <laughs> はい、本当に、まあ、もぜひねおち、お待ちしているっていうところと、あと、一緒にやっぱ塾生さんは今は、ちょっといろいろ聞いてたら、一緒に戦える仲間が欲しいっていうところもあって、<laughs> 自分のジャンルをやってる人もそうなんですけど、ジャンル外で頑張ってる人も一生懸命いるので、まあ、その方がね、やっぱり同じように戦える方が一人でもいるとね、やっぱり勇気が湧きますみたいなことも言ってたんで、まあ、ぜひね、この Zoom 対談を聞いた方がね、もし、 やってみようっていう方は、声かけていただけるとね。本当に嬉しいと思いますし、塾生さんもね、本当にライバルというか、戦友ではないですけど、そうやって戦い、仲間が一人でも増えると刺激になるし。あとは、ね、本当に、本当にギリギリのところで、やっぱり会社員なんで、時間ない中、頑張っているので、その中での、やっぱりギリギリのとこ。頑張れるところがあるので、ぜ、ま、ひ、あ、ね、えー、声かけていただきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。たかさんはね、私と同じですけども、家族を養いながら。 そして家族との関わりの狭間の中で、きちんと YouTube 活動をやってらっしゃる。それでもともとサラリーマンですかね、お互いね。ですんで、皆さんの気持ちも十分受け取ることができると思います。まあね、一日中 YouTube やって暇だろうってっそんなことないですからね。<laughs> 結構きつきつですからね、お互いね。<laughs> <laughs> でもやっぱりね、YouTube で可能性がものすごく広がるのと、あと、何ですかねうん、ものすごく楽しいことや喜びに一生懸命 忙しくやってるんで、うん、単純比較はできませんけどもサラリーマンの忙しさとか充実度とかとは全く違って今はね喜びのなんか日々っていうやつですかね何をやってもいいことばっかりみたいなね。嬉しいことばっかりみたいなサポートも楽しいし YouTube 動画もいいしみたいなただまあ疲れてヘトヘトになることはありますけども家族が養あの癒してくれません、ね、そういう時はね。 じゃあ今日最後に感想をタさんの方からあ一言いただいて今日は終わっていきたいと思いますけどもよろしくお願いします。はいそうですね今日もズーム対談本当に、えー、1時間ありがとうございます。そしてですね、やっぱりこの自分がまあ塾運営していて一番嬉しいのはやっぱり朝、夜か夜メールをいただいてて今日も動画作りましたとか、まあ、ちょっとここわかんないですっていう質問来た時に朝大体、まあ えっと、久保さんのライブのあとにかな、あと6時、いつもライブさせていただいてるんだけど、その後に大体質問答えてるんですけど、まあ、その時きはまあ一番嬉しい時でもあるし、本当に熟成さんから力をもらえる時なので、もしね、ちょっと自分が初心者なんで、なかなかできてないとか、一回挫折したんだけど、もう一回やりたいっていう方はね、ぜひまあ一生懸命自分もお付き合いしようと考えてますのでね、えー、ぜひ。 まあ一緒に頑張ろうと、まあ、今頑張っている塾生さんと共に力をもらいながら、YouTube 活動2023年やっていこうという方は、ぜひ声をかけていただけると嬉しいし、まあ、自分もその力をもらいながら、もう一度ね、もう一度っていうか、今一度気を引き締めながら頑張ろうと思いますので、ぜひ来ていただきたいというところはありますね。はい、ということで、本当にこの1時間、素晴らしいいい時間をいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、あぜひね、YouTube で一晩当てたいという方は、今、YouTube、タカさんの。 アカデミーがよろしいかと思いますえ他にはちょっとね、見当たらないと思いますんで、YouTube にもう、ギリギリ特化していくんだったらこ、この YouTube、タカさんのアカデミーに行っちゃってください。もう行くしかないかなっていうところでございます。私からは以上です。今日は本当にお疲れ様でした、タカさん。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。本当にいい時間いただきました。どうもです。はい、本当皆さんもご覧いただきまして、ありがとうございました。はい、また別のライブ放送でお会いしましょう。今年はもう、これりませんので、良いお年をになっちゃいますけど。 また朝のライブで皆さんお会いできれば幸いです。じゃあ、タカさん、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。本当に、皆さんありがとうございました。どうも。はい、ありがとうございます。あ<ー>皆さん。失礼いたします。<laughs> はい、失礼します。は